ソマヤマは福井県南城郡南越前町の中央部にそびえる山海である。別名は城山。ソマヤマは南城山地に属しているが、単独で突出した位置にある山海である。標高は492メートル。鎌倉時代には山頂にソマヤマ城が築かれ、越前国における重要な山城として歴史に刻まれた。 名前の由来はかつてソマヤマ城の修復のため、ソマ人を募集したところ、山にソマ人が溢れるほどになったという言い伝えに由来する。その名の通り、ヒノキの立ち並ぶ登山道が印象的な山である。麓にキャンプ場が作られているが、それほど積極的に PR されているわけではない。むしろ山の歴史及び山に残された遺構や伝説の数々により、 登山客を集客している。主に、新田義貞が敵軍に攻め込まれた際、その性質が身を隠したとされる、姫穴やウリュウタモツが戦死した際、ソ山城の女たちが内木をかけその身を投げたと、言われる内木がかり岩など様々な箇所が残されている。このような、様々な遺構、伝説を残すソ山を、県外から訪れる人も多い。登山道は全部で4通りあり、 難易度は大きく違う。東側の登山道が最も優しく、西側の登山道が最も厳しい。特に犬レイク開始付近と姫穴の付近は、郷路の岩場が続き、難所と言える区間である。しかし一般的な脚力を持つ人なら1時間半ほどで登頂できる山であり、初心者がチャレンジするには、うってつけの山と言えるだろう。ただし、 標高の割に疲労がたまることは否めない登山であることには違いない。ありがとうございます。